こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回は2022年のまとめ動画です。植物ツアーのキッチン編、リビング編、ダイニング編、番外編で水槽編。成長報告は斑入りのモンステラの挿し木後とアガベの1年3ヶ月後の動画です。他にもベゴニアやアロカシアの育てやすさランキング、多肉の植物ツアーもまとめています。まずは植物ツアーのキッチン編です。2022年6月の更新です。キッチンの窓際の植物さんたちを紹介しました。棚に置いている植物さんたちと窓際にハンギングをしている植物さんの全部で24種類を紹介しました。次はリビングに置いている植物棚編です。こちらも6月に更新しました。こちらの棚はベゴニアを中心に置いています。小さな鉢も多いので全部で41種類を紹介しました。お次は植物ツアーのダイニング編です。7月に更新しました。21種類を紹介しました。お次は植物ツアーの番外編で水槽の中の植物を紹介しました。7月の更新です。水の中の草とその周辺で育てている植物を紹介しました。水槽はまだまだ初心者で、水草に関しては全然わからないことだらけなんですが、水上の草とはまた違った魅力があって、観察がとっても楽しいです。
水草だけではなくお魚さんも一緒に紹介したので、お暇つぶしにでも見てくださると嬉しいです。お次は斑入りのモンステラの挿し木後の成長報告をまとめたものです。9月に更新しました。何回か挿し木後の様子を成長報告していたんですが、それらをまとめた動画になります。4鉢に分けて育てていたモンステラですが、現在は大きな1鉢にまとめて育てています。また近々その様子も動画にしますね。お次はアロカシアの育てやすさランキングです。10月に更新しました。こちらの動画は私の大好きなアロカシアをランキング形式にしたもので、あんまり見られないんじゃないかなと思っていました。でも私の想像以上に見てくださってとっても嬉しかったです。増殖のしやすい品種も動画の中でお伝えしているので、まだ見ていらっしゃらない方はぜひご覧いただければと思います。お次はベゴニアのみで18品種紹介した動画です。10月に更新しました。ベゴニアは今までに何度も動画にしているんですが、こちらの動画は新しく購入したベゴニアや成長報告をまとめています。お次は
アガベの室内育成と室外育成の1年3ヶ月後を比べた動画です。10月に更新しました。1年前に同じ品種を3鉢購入しました。アガベパラサンラという品種です。室内と室外で育てて実験することにしました。室内の環境はツクヨミという植物育成ライトを1日9時間程度当てて育てていましたが、この夏からライトを当てるのをやめました。窓際で扇風機を当てて育てていました。室内の環境は冬でも20度近くになるあっちあっちのベランダです。日照時間が長く日当たりもすごくいいです。こちらのパラサナ以外にも育てているアガベの成長報告もまとめています。春に植え替えをする予定なので、また3、4ヶ月後ぐらいに動画にしようと思っています。お次はガラスの植物棚に置いている植物を紹介した動画です。11月の更新です。こちらのガラス棚についても詳しく紹介しました。こちらの棚はガラスなのですごく透明感があってとっても気に入っています。置いている植物はアロカシアやフィロデンドロンが中心です。里芋科の植物がお好きな方にはおすすめの動画でございます。最後は多肉のみの植物ツアーです。先週更新した動画です。アロエやユーフォルビア、ガステリアを中心に50鉢を紹介しました。今年は植物ツアーの動画をたくさん更新してまいりました。紹介しきれなかった植物もまだあるので、来年もまた植物ツアーの動画を撮りたいなと思っています。こちらの動画はダイジェスト版です。早送りで
お届けしております。気になったものがあれば本編もチェックしてくださると嬉しいです。以上、2022年のまとめ動画でございました。今年もなんとか YouTube を続けることができました。いつも温かいコメントやグッドボタンを本当にありがとうございます。来年も面白おかしく、より変態的に植物の動画ばっかりを更新していきますね。皆様の来年も素敵な食生活となりますよう心よりお祈り申し上げます。それではどうぞ良いお年をお迎えください。ピメリーでした。また来年もよろしくお願いいたします。